地元の若手アスリートを支援している明治安田生命。今回は東京第二マーケット開発部からの地元の元気ニュースです。江戸川区サッカー連盟と共同し、大会会場で血管年齢や推定野菜摂取量の測定会を実施。江戸川区に所在する35チームに試合用のサッカーボールを寄贈し、関係者の皆様に大変喜んでいただけました。また東京都千葉県内の小中高等学校を対象に金融保険教育の出張授業を実施、生徒の皆さんとの対話を交えて授業を行いました。また野球部がある学校では野球教室も開催。高校時代甲子園の出場経験がある職員が個別指導し、大変好評をいただきました。これからも明治安田生命東京第二マーケット開発部は地元の元気に貢献していきます。